山陽電気鉄道2000系電車。山陽電気鉄道2000系電車。山陽電気鉄道2000系電車は、山陽電気鉄道、山陽が、かつて保有していた、特急系、通勤系電車である。1956年、昭和31年から1963年、昭和38年にかけて、川崎車両で、計24両が製造された。なお、 本校では、競技の2000系のみについて記述している。本系列と同系の車体を使用した、車体更新車の2700系電車及びその機器、更新車2300系電車については、各々の項目で紹介する。採用電鉄発の WN 駆動方式を採用して製作された19メートル級、高性能電車である。一部は820系、850系の、 後継特急車として二扉転換クロスシート仕様で製作された。その他、車体構造や台車等について、新技術の先行導入が試みられたほか、利用客増加に伴う混雑緩和への対応も図られたことから、製造時期によって、仕様、外観は大きく異なる。車種は、以下の各形式で構成される。 1956年、昭和31年に製造された第一陣で、2000系2000.2001の2両を、背中合わせに連結した2両編成1本で、落成した。当初は100系更新車の250系258.259として製造される予定であったものが、計画変更され、初の高性能完全新車となったものである。窓配置は D D、D2D。 1,5,1,d2,d は乗務員扉、d は客用扉、1は戸袋窓となるである。前面は半流線形飛貫通3枚窓で、前照灯は上部中央に1灯が半埋め込みの形で取り付けられた。尾灯は従来通り上部に左右1灯ずつ設けられているが、外付け式ではなく埋め込み式となった。座席はロングシートだが、 特急運用を前提に低座面仕様となっており、グローブ付きの室内灯、幅1メートルの大型窓、パイプ式荷棚、広幅貫通路と、関西私鉄らしい優便差を持つ。なお、この車体は設計当時存在した、私鉄標準車体仕様書で制定された、L-2L 仕様に忠実に従う設計で、その構想において、現在の東急5000系電車などの、 規格設計車両の元祖にあたるものであった。駆動システムは WN ドライブで、主電動機は珍しい川崎車両製、k 算から 1504A を1両あたり4機、搭載していた。この主電動機は、当時の標準機関向け高性能電車用としては、比較的強力な部類に入り、3用の線路条件を開案すると、MCMC MC の2両編成で使用するには明らかに、 過剰性能であったが、これは将来平洋軌道区間における三両編成運用が許可された際に、付随車 t 一両を編成に挿入することを踏まえての措置であった。このグループの開発当時、神戸高速鉄道の構想は存在したものの、具体的な内容は定まっておらず、関係線区の河川電圧が、山陽電鉄の直流線五百ボルトに対して半球、電鉄、 阪急神戸本線、阪神電気鉄道阪神本線では、直流 600V と相違していたことからこれに、車両側で対処すべく、副電圧仕様で設計されていた。このため制御機は2両の制御機のカム軸を、同期動作させて電動機群の磁気並列切り替え、直流 600V、1、500V に対応する、いわゆる、親子方式あるいは、 押し取り方式の川崎重工業製 KMC-101、電動カム軸式制御機、直列14段、並列9段、弱め階、次3段が各社に搭載され、複雑な構造のために故障が多発して、保守に大変な苦労を強いられたという。車両間には、この複雑な機構の関係で非常に多くの電線が引き通されていたが、 都営地下鉄1号線直通運転開始前の京浜急行電鉄が採用していた K-2A ウェスティングハウス式密着連結器と同型の中央部に電気連結器を内蔵する三菱電気製 K-2B 密着連結器を使用することでマートにまとめられていた。また、主電動機の定格出力が大きめに設定されたことには 主電動機の端子電圧が降下する関係で出力がダウンする直流6 0 0ト区間での走行時に所定の走行性能を確保する意味合いも含まれており端子電圧6 0 0ト時には約9 0ットの定格出力が得られる設計であった。なお、9 0ット級では河川電圧直流6 0 0ト時代の阪急神戸線で MCT ・ MC 運用を行うには やや不十分であるが、MCM、中間電動車から MC のオール電動車による3両編成と、すると、当時の産業の変電所設備対しては、電流課題で負担が大きすぎ、また阪急線でも過剰出力となることなど、神戸高速鉄道を介した、阪急線、阪神線との乗り入れには解決すべき課題が多かった。収益開始時は、 パンタグラフ隣接による押し上げ力過剰で、河川に悪影響が出るのを防ぐ目的で、2001についてはパンタグラフが搭載されておらず、2000から母線引き同士で給電されていたが、後の中間車挿入による3両編成家事に、追加搭載が実施されて、多編成と揃えられている。台車は、川崎車両独自の軸両式台車である OK-15、OK、が採用された。 これは八8 2 0 k 百三十から八百三十一編成で使用された OK-3、OK、の改良型にあたり、カルダン駆動化によるバネ下重量の大幅な軽減と、これに伴う衝撃の減少によって乗り心地が飛躍的に向上した。ブレーキは中継弁付きの A 動作弁による AMA、R 自動空気ブレーキを基本として、電空動機による発電制動との連動や、 電磁動機弁による固体性能の向上が図られた、アス D 中軽弁付き電磁自動空気ブレーキで、電線の動作時には、HSCD 電磁直通ブレーキとは異なる、独特の制動音を響かせていた。後に、神戸高速鉄道への乗り入れと前後して、ATS や全面中央に行き先表示器の取り付け改造を受けたほか、前照灯のシールドビームに等化や、前面窓のエッジゴム指示化、 運転席のかさ上げによる運転席正面窓の小型化が実施された程度で大きな変化はなく、1990年、平成2年に5000系に置き換えられて廃車となった。1957年、昭和32年に二次車として2000系6両、2002から2007が、1959年、昭和34年に三次車として2000系2両、 二千八点二零零九と二千五百計算量二千五百二から二千五百四がそれぞれ製造された。二千系唯一の量産グループで窓配置は d 一一 D9D、一二二千0 0系及びに一 d, d 1 d 一二二千五百系である。私鉄標準車体使用書が関係各社の賛同をほとんど得られないまま立ち消えに、 なったことと、1958年の完成に向けて、着々と工事が進められていた日本国有鉄道、国鉄山陽本線の姫路殿下に備え、陳腐化が目立ち始めていた820.850型に代わる本格的な特急用車両が求められていたことから、側面窓配置、内装を大幅に変更し、850型に準じた、 シートピッチ 910mm の転換クロスシート、塗装に合わせた 800mm 幅の強窓となった。前面は一時車と同一だが、前面窓は最後まで原型を保っていた2008.2009を含め、窓ガラスの固定方法こそ途中で、漏水対策として H ゴム指示に変更されたもの、寸法はほとんど変更されずに終わっている。機器類の構成も、 基本的に一時車と同一だが、主電動機は、川崎製と同等の性能を備える三菱、電気メガバイト -3037A a 制御機も改良型の KMC-102 へ変更されている。また、台車は、OK、OK-15 の実績をもとに紹介量した、OK、OK-15A となった。長い接触の末に監督官庁や、 所轄警察署の許認可を得て、県案であった電鉄兵庫付近の平洋軌道上における三両編成での列車運行が可能となったことで、1五十九年に追加制作された中間車である二千五百型は計画通り T 車とされた。その車両番号の下1桁は同期製作で編成を組む電動車のうち、偶数番号車の下1桁の半分の値を取って不満されたが、 実際には必ずしも対応する電動車とのみ連結されていたわけではなく時期によってはこのグループのものが一時車編成に組み込まれていたケースやこのグループの電動車に五時車のアルミ製中間が組み込まれたケースもあるなど検査などの都合に合わせて弾力的な運用が実施されていたこちらの台車はやはり軸量式の o、OK、k で o、OK、k に比して 揺れ枕釣りの構造が大幅に改良され、揺れ枕部にオイルダンパとボルスターアンカーが追加されて乗り心地の改善が図られている。1959年昭和34年に追加製作された2008から2009はラッシュ対策として扉間の両端角1列分をロングシートとしていた。さらにこの2両は、 翌年四次車の電動車を転換クロスシート仕様で導入するあたり、混雑対応のため前、ロングシート化された。その他の編成も次第に混雑時の乗降に耐えられなくなり、また複雑な制御機のメンテナンスに手を焼いたこともあって、神戸高速鉄道開業後、3000系の増備が一段落した1969年、昭和44年により、 電動車の電装解除と運転台撤去と、扉増設、ロングシート化、ブレーキの HSC 化、引き通し線の3000系使用化、行き先表示機等の追加設置などを実施した上で、3000系3550型に編入された。この際発生したメガバイト -3037、系30モーターは3200型に流用され、余すことなく有効を活用された。 このグループの3550型への改造後は、1986年、昭和61年に5000系が登場するまで、山陽電鉄のクロスシート車は製造されなかった。また、このグループから改造された3550系の多くは、2300系改造車、3560番台に置き換えられ、1998年、平成10年に廃車されている。 車両番号の対応は以下の通り、改造されずに残った2 0 0 0系2 0 0 8 2 0 0 9の2両は3550型に改造された両車のように冷房装置が搭載されることもなく、2、扉ロングシートのまま6次車の2508を挟んで、普通車として運用が続けられた5000系造日に伴い1989年、平成元年に廃車された。ただし、 同グループの電動車の主電動機はいずれも最終的に3200型に流用されており、2011年、平成23年現在も全数が現役である。また、3550は、強幅に改造されていた、貫通路を広幅に復元して、両開き扉を設置するなどの改造を施し、図書もクリーム値に、水色帯へ変更した上で救援車1500となった。 この1500は通常は東二見車両基地に常駐しており、採用在籍者では最後の比例傍車であったが、2010年6月30日付で廃車された。1960年、昭和35年製造の試作車である2 5 0 0系2 5 0 0と、それに続いて製作された2 0 0 0千2 0 1 0 2 0 1 1の3両1編成からなる。窓配置は d 1DQD1 に及び 21DQD1 2、当時実用化へ向けて開発が進められていたステンレス製の車両で無塗装化による星コストの削減を確認することを目的として計画された。構え体は大枠や骨組みが普通構成で外反をステンレスとしたいわゆるスキンステンレス車両である。長期にわたり 製造メーカーである、川崎車両川崎重工による、ステンレス車体の実用評価試験者しての役割を果たした。無塗装であるが、アクセント兼形会食として、赤帯が2本巻かれた。この金属地肌に、赤帯というデザインは、後の山陽電鉄の車両で幅広く採用され、山陽電鉄のコーポレートカラーに、赤が選定されることにもつながることとなる。基本設計は二次車。 三次車に準じるが、窓がアルミサシ製となりユニット化されたこと、全消灯が国鉄 EF61 系電気機関車のように四角い枠の中に収められたこと、主電動機がマイナーチェンジされ、メガバイト -3037A にとなり、台車が2 7 0 0系で一時使用された OK-20、OK、軸量式空気バネ台車の成果を踏まえた。 会計新皿軸量式空気バネ台車の OK-23T、OK、車及び OK-24C、OK、社に変更されたこと、地下線乗り入れを意識して前面に貫通扉が取り付けられたこと等が二次車からの改良点である。このグループの乗り心地は良好で、冷房装置さえあれば1980年代でも十分に通用するものであったが、 コンプレッサーの容量増大が必要でイニシャルコストも大きかったためか、以後産業では、神戸高速鉄道開業に伴う3000系の大量増備が落ち着いた後の3050系 3056F まで空気バネ台車は採用されていない。付随車2500はメーカーのステンレス車体試作車として半年ほど早く完成した。同社は、 試作要素が強いため2500系の最弱版とされたが、同様な最弱版の一時車とは、車内見つけが異なるため編成は組みず、2010.2011の竣工までは二次車と編成を組んでいた。また、次に製作された2500型は2504の続版となり2505と不版されたため、2500型は2501が欠版となっている。 このグループは1989年、平成元年に廃車となった。廃車後は、主電動機を3200型に供出し、パンタグラフ等も外された状態で、東二見車両基地に長期にわたって留置されていたが、1999年、平成11年に解体されている。1六十二年、昭和十七年に製造された両成本の、うち、 2 0 0 0系2 0 20 1 2 2 0 1 3 2 5 0 0系2 5 0 5による編成が該当する。今回からラッシュ対策として3、扉ロングシート車となり、窓配置は D1D121D31D1 及び 11D31D31D2 に変更された。車体は川崎車両が ドイツの WMD 社と提携して、そのライセンスの下で製作した。5000番台、6000番台のアルミニウム合金の押し出し材が全面採用され、オールアルミ製車両となった。本グループのアルミ合金化は、川崎車両によるテストベッドとしての性格が強かったこともあって徹底しており、貫通路3番を含め車体の金属製部品の大半がアルミ枯れていた。 これら3両の製造時点では、アルミ合金の溶接その他の設計加工技術が、材質研究を含め半ばで探り状態であったことも、あり、骨組みの重要部分には、身長を期して、リベット接合が併用され、しかも、車体の歪みを目立たなくさせるために、鱗状の模様を描く加工、バフ掛けが、側板に施されていた。さらに、外板は、 パンタグラフの修道によって飛散した銅粉の付着などで車体が腐食すのを恐れて、クリアラッカーでオーバーコーティングされていたが、これは収益保全車を定期的かつ高頻度に行えば、不要と判明し早期に中止されている。台車は新設計されたが、コストダウンのためか、空気バネは継承されず、MG 車は OK-25、OK、T 車は OK-21A、OK、といずれも枕バネをコイルバネとした軸量式台車となり、主電動機はさらなる改良でメガバイト -3037A3 となった。また、全消灯は当初よりシールドビームが採用された。ライトケースはライトが小さくなったことにより上下の幅が縮小され、逆に横方向は2灯を横並びに配したため、若干長くなった。 新臓後、3000系が出揃うまでは特急を中心に重道され、阪急阪死にの乗り入れ運用にもついていたが、以後は普通用として、他の2000計画者と共に、神戸高速鉄道乗り入れ運用を含む本線、阿ボ市の運用に重道された。このグループについては、新臓後前面への行き先表示機の設置が実施され、貫通路の三番などアルミ製で、対魔猛製や、 耐久性の面から問題が発生した、いくつかの部品が高成品に交換された程度で、ほぼ原型を保ったままで運用され続け、最終的に5000系像日に伴い1990年、平成2年に除籍された。なお同編成は、廃車後も歴史的、産業考古学的な価値が高いことから、東二見車両基地の構内に管されており、2000年代以降は整備されて、 イベント時に公開されることも多い。また、事故、災害等の対応の訓練用としても、活用されている。ただし、車席がないために、本線走行はできない。1962年に製造された3両編成2本の、うち、2000系2014.2015、2500系2506による編成が該当する。ステンレス車とアルミ車の有効性を、 比較検討するために、アルミ製五次車と同形態のスキンステンレス製車体として製造された車両である。そのため、窓配置はアルミ車と全く同じで、装備品や機器配置も極力同一とされている。ただし、構えからだ骨組みが構成で重量がやや重く、台車はアルミ車と同仕様ながら、軸バネのバネ定数その他が強化れた OK-25A、OK、及び、 OK-21B、OK、を装着し、主電動機はメ MB-3037A3 がそのまま採用されている。運用状況は他の2000計画車と同様であったが、アルミ製五次車に先駆けて1989年、平成元年に除籍された。廃車後は東二見車両基地構内の片隅に長らく保管されていた。その後、2001年、 平成13年に5030系の増備で校内が手狭になったことから2014.2015は解体された。中間車である2506のみは倉庫として現存していたが2017年1月頃に撤去され解体されている。このグループについてもメガバイトマイナス3037。30 軽電動機をはじめとする一部電装品が2300系や3200型に転用されている。1963年、昭和38年に2000系全編成の3両編成化に、当たって不足する中間車を補うべく2507.2508の2両が製造された。窓配置はご次所の中間車と同一であるが、こちらはアルミサッシを備えるものの、 車体そのものは三次車までと同じく普通構成である。台車も五次車の中間車と同型だが、仕様変更が行われて、OK、OK-21C となった。2000系をべて三両編成とするために製造された中間車であり、車体は同時期製作の2700系さん、扉車の中間車版といえるデザインとなっている。連結相手は2、扉車だが、 ラッシュ対策を優先して3、扉車とされた。この2両をもって2000系の製造は終了している。元も々ともと3、扉車であるが3550型台は改造されず、1970年、昭和45年以降は2、扉車2000.2001及び2008.2009の中間に組み込まれて3連を蘇生していた。1990年、 平成2年までに全社廃社された。いずれも転用されることなく解体されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。